そう、名古屋の中谷僕大好きですね。うん、名古屋の中谷と、あの当時柏で中山がコンビ組んでましたからね。あの2センターバック で手塚っていうボランチが、あのあれ大谷、うん、柏のバンディアと組んでて、ブスケツみたいにテンポよくパスチャーしてみたいな、伊藤純也向いてみたいな、あの頃の柏が一番 J リーグで見てて、まあ、一番って言ったらあれだけど、今の川崎みたいな感じで面白かったですね。ただやっぱり下平さんのなんか特徴で、長く政権取ってると強度が落ちるんだよね。だからオフェンスデザイナー的なところはあるけど、ちょっとスピリットメーカー要素がなすぎるっていうか、うん、ちょっとモチベーター的なところで優しすぎるのかなとか思いますけどね、見た目とかだと。